ラストミッションは2014年のアメリカ合衆国のアクション映画。監督はマック・ g 脚本はリュック・ベッソン、アビ・ハサック、出演はケビン・コスナー、アンバー・ハード、ヘイリー・スタインフェルド。任務中に倒れ、病院へ運ばれたベテラン CIA エージェントのイーサン・デナーは脳腫瘍で医師から余命3ヶ月と告げられる。そこで危険な仕事から足を洗い、 残された時間を離婚した妻クリスティンと16歳の娘ゾーイと共に過ごしたいと願い、パリへと向かう。久しぶりにパリのアパートメントに戻ってみると不法移民のジュールスと彼の家族が勝手に部屋を占拠していた。5年間掘ったらかしのゾーイに急に父親らしいことをしようというイーサンは頑張りが空回りで、父子の溝は深まるばかり。そんな中、女エージェントのビビディレイが、 延命を可能にする試験薬を餌に仕事を持ちかけてくる。それはテロリスト集団の資料ウォルフガング・ブラウン、通称ウルフを仕留めなければならないという最も困難な任務だった。不思議な縁で知り合ったジュールス一家とだが彼らの家族の絆の強さにイ、e、ーさんは自分と家族との関係を顧みて影響されていく。こうしてイ、e、ーさんは良き父親となり、 娘の信頼を勝ち取り平凡な家庭を再構築するための奮闘と困難な暗殺計画に臨む凄腕エージェントという二つの顔を同時に遂行するというかつてない過酷なミッションに挑むことになった。カッコ内は日本語吹き替え2012年8月6日、デッドライン .com はケビン・コスナーがマック・ジー監督の映画で政府に雇われた暗殺者。 イーサン・レナー役のオファーを受けていると報じた。フランスを舞台とした本作は、リュック・ベッソンとアビ・ハサックが脚本を書き上げ、ヨーロッパコープが制作したものである。なお、北米での配給権は、レラティビティメディアが獲得した。同年10月2日、コスナーが本作の主役に抜擢されることが正式に決まった。11月29日、 ヘイリー・スタインフェルドが本作に出演することと、本作の制作が2013年初頭にも始まることが報じられた。12月13日にはアンバー・ハードの出演が決まった。2013年1月7日にはコニー・ニールセンの出演も決定した。2013年1月7日、パリとセルビアで撮影が開始され、4月には撮影が終了した。本作のいくつかのシーンは、 サンドニにあるリュック・ベッソンが設立した映画スタジオ、サイトジュシネマで撮影された。4月13日には、コスナーが撮影のために、ベオグラードに入った。15日には、ホテルユーゴスラビアの前で撮影を行い、18日に、セルビアのイビツハダチッチ首相に面会した。2013年1月31日、本作を撮影している様子を写した写真が、公開された。 同年11月にはスチールも公開された。12月17日には制作会社が本作のポスターとファーストトレーラーを出した。2014年1月30日に行われた第48回スーパーボールにおいてレラティビティメディアは本作のテレビ CM を流した。2013年5月28日レラティビティメディアは 本作の公開日を2014年2月14日と発表した。10月30日、トライスター・ピクチャーズ制作のアクション映画、ポンペイと競合するにもかかわらず、2月21日に公開を延期した。日本では2014年6月21日から公開され、日本語字幕翻訳は戸田夏子が言った。キャッチコピーは、職業、スパイ、弱点、 16歳の娘。前述のようにディザスターアクション映画、ポンペイとの競合が懸念されていた本作だったが、むしろレゴムービーに観客を奪われる形となってしまった。北米市場において公開発週2224万ドルを稼ぎ出し週末興行収入ランキング2位となった。なお、この数字はリュックベッソンとレラティビティメディアがタッグを組んだ2013年の 映画マラビータの公開発集の売り上げを若干下回るものであった。本作は批評家から酷評されている。映画批評集積サイトの6点トマト図には82件のレビューがあり、批評家支持率は32%、平均点は10点満点で4.5点となっている。サイト側による批評の要約は ラストミッションは高度な技術を要したアクションシーンとそこの浅い家族の葛藤の描写が調和していない映画だ。となっている。また、メタクレティックには29件のレビューがあり、過重平均値は40、100となっている。ありがとうございます。